ブローチ出来上がりました。こんにちは、粟田洋介です。今日は木製のキャンバスブローチを作ります。木製ということで木で作ります。木にキャンバスを貼って絵を描いてその裏にブローチのピンをつけます。まずはじめにキャンバスを貼るところから始めます。用意するのは布だったら何でもいいんですけど、ちょっとさらしを用意しました。それから木工用ボンドです。あとはキャンバスを切るハサミです。でこれでちょっと貼っていきたいと思います。まずは布を切っていきます。まず布を大雑把に切ったら木工用ボンドで、木工用ボンドをここにつけて伸ばしていきます。で、結構余った部分をハサミで切っていきます。そしたらこれで木工用ボンドを乾かします。では木工用ボンドが乾いたので、ここにジェスを塗ります。ジェスを塗ると定着が良くなって発色も良くなるので、ジェスをつけます。それからジェスをつけないとキャンバスに絵の具水分が吸い取られちゃって描きづらいし、発色があんま良くなくなるんですよね。そうすると、というわけでジェスを塗ります。これはね、普通の絵を描くだけのキャンバスと違って裏表に塗らなきゃならないですね。これはとりあえず表を乾かします。乾いたので今度は横と後ろにも塗っていきます。で乾くのを待ちます。はい、ちょっと置いて乾いたところで表面だけもう一コート塗ろうと思います。でこれを乾かします。はい、ジェスが乾きましたので色を塗って絵を描こうと思うんですが、これはブローチになるので裏表色を塗りたいと思います。このままブローチにしなくても絵を描くものとして使ってもいいと思います。これはキャンバスボードみたいなものですね。ちょっとグリーン系にしてみましょう。アクリル絵の具で色を塗っていきます。これね、実はねガラスのパレットなんですよ。私はちょっとこの白を混ぜて塗るのが好きです。なぜならちょっと白を入れてあげるとムラなく結構塗りやすくなるからです。絵の具がだいたい乾いたので、今度表に絵を描いていこうと思います。このガラスのパレットのいいところは、こうやってスッと簡単に削り落とすことができます。で、表ですね。こんな感じですね。ほぼ乾燥しているので、ここにまた何か絵を描いていこうと思います。絵の部分は完成です。乾いたところでニスを塗っていきます。乾いたら裏にもニスを塗っていきます。最後に表にもう一度ニスを塗って、でまた乾燥させます。次の工程なんですが、最後に裏側にこのブローチのピンの部分をつけていきます。使うものは、これはね薄っぺらの板なので短い木ネジ2本、それから電動ドリルを使います。ネジを回すのは
電動ドリルじゃなくてドライバーでも大丈夫なんですけど、今日は電動ドリルを使います。ちょっと一応測りましょう。まあだいたい大雑把に上真ん中だな。あ、まっすぐになった。はい、ブローチになりました。この布地がキャンバスって感じ、絵画って感じですね。ブローチ出来上がりました。ブローチ、これに色が合ってますね。こんな感じで出来上がりました。というわけで今日はブローチの作り方でした。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。面白かった、参考になったと思った方は動画作りの励みになりますので、高評価ボタンを押していただけるとありがたいです。そしてこれからも動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。